はい、どうも、りょうへいでーす。よろしくお願いいたします。はい、本日は、好調ラガーズのバッティング集を皆さんにお届けいたします。はい、まず、背番号17、高橋さん。これ、打ったー。ただ、これ、いい当たりなんですけれども、打球伸びすぎて、センターライナーですね。ただ、いい当たりはいい当たりですね。はい、続いて背番号2、谷中。これもいい当たりですが、ショート正面となってしまいます。いい当たりは出ていますよね。はい、続いて、俊足の背番号25番、柴田さん。これはどうだどうだどうだ、ショートが取ってファースト投げるも、俊足でファーストはセーフ。いや、足速いですね。ナイスバッティング、ナイスダッシュ。はい、そしてバッターには背番号18の翔平が入ります。これが、ドカーンと、よいしょー、はい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 、また反対面まで飛ばしちゃって、弾丸ライナーでレフトオーバーとなります。はい、これで柴田さんがゆっくりとホームイン。さあ、翔平どこまで走れるか？はい、もうゆっくりね、ゆうゆうとホームインです。いや、マジで打ちすぎですよね、翔平さん最近。はい、リプレイをご覧ください。ここね、しっかりと捉えて振り抜いています。いやー、ナイスバッティング。はい、続いて谷中。これも、いやー、三遊間を抜けたナイスバッティング。いいですね。で、ヒロト。おい！一旦溜めましたね。うまーく溜めて、チャンスになります。いやー、ナイスバッティング。はい、キャップ。神田さんですね。キャプテン神田さん、背番号10。よいしょ！大うまく、おっつけてライトに。おお、これがバウンドが変わって、長打になりますね。ランナー全員帰ってくるか、そのまま神田さんまで帰ってくるか、まあ、二人は悠々生還と。神田さん走る走る走る、サードを回って、ホームイン。さらに追加点となります。ナイスバッティング。そしてバッターは良平。おいっと。さあ、どうだどうだどうだ。先ほどの柴田さんのような当たりだが、パスヘッスラー、ブサイクながらのね、ヒットにすることができました。はい。そして先ほど内野安打の柴田さん、これは打ったー、左中間を破る長打コース。これで、はい、2人が生還しますと。この日ね、チームラガーズとしては3本目のホームランとなります。いやー、ナイスバッティン続きますね。はい、別の試合でも好調ラガーズは続きます。まず先頭、初回ですね、これ先頭のヒロトがフォアボールで出塁し、はい、バッターは翔平となります。本当にね、いつどこで打っても好調だから、この人は。おい、やばいね、これ本当にしばき倒してますよね。果てしなく飛んでいった打球です。さあ、これももちろんヒロトホームインで、翔平がスリーベースと。はい、リプレイをご覧ください。これもしっかりと捉えて、なんだろう、もう確信歩きのようなね、フォローするんですよね。はい、続いて俊足高打の斉藤先輩。さあ、これが、お、転がして転がして転がして、はい、余裕でセーフ。もうサントスみたいですよね、元ロッテの。早すぎる足が。はい、これで両平が送りバント。これちょっとね、反省ですよね。 P 前なんで、まあ少し打球が死んでる分マシですけど、これは反省です。はい、そして次のバッターヒロトの時に斉藤先輩がスチール成功。ナイス三投です。いや、ピノ、本当にピノ、マジで。はい、さあ、ランナー三塁ですよ。ヒロトどうなるか、おいしょ、はい、クリーンヒット、ナイスバッティング。斉藤先輩帰ってきてタイムリーとなります。いや、いいね、ヒロト。はい、そして回が進み、バッターは代打のオリベさん。これうーセクシー、なんだこの流し打ちは。もうね、めちゃくちゃ綺麗な流し打ちです。はい、先ほど内野安打の斉藤さんが、これ高めのボールをうまーく叩いて、左中間に。いや、いいですね。これチャンスですよ。ランナー1、2塁。これ2アウトですね。2アウトでランナー1、2塁となります。はい、バッターは良平です。さあ、どうなるか。これは、ふらふらーっと上がった打球がショートの裏、センターが出てきて、はい、落ちる。これで、はい、オリベさん帰ってきて1点。斉藤さんはホームでアウトとなりますが、この日3打点とも全部翔平 TV 3人で稼ぐことができました。はい、最後の試合となります。この日は斉藤さんがね、好調だったので1番打者に、置きました。で、これ初回1回の表に、1点取られて追いかける状態での場面となります。はい、1球目はあのバントの構えして引いてボールですね。はい、2球目、先頭打者なんでね、まあ、好調なので、ぜひここは出塁してもらいたいなと思います。どんどん叩いたー。
これが宇宙間を抜けていく。さあ斉藤さんといえばこの足の速さ。さあどこまで行く。はいはいはい、速すぎ本当に。ヘルメット落としながらも、いやもうホーム帰ってきちゃったよ。いやーナイスバッティング、初回先頭打者ホームランでーす。斉藤さん人生初ホームランって言ってましたね、これが。いやーナイスバッティング。はい、続く翔平です。はい、ボールここね、一気に叩いて、まあ、自分ピッチャーなんでね、翔平さんが、ここ楽にしてもらいたいなと、自分自身を楽にしてもらいたいなと思うので、さあどうなるかー、ドラーン、よいしょー、おらーと、いや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 、どこまで飛ばすね、本当に。これは高弾ですね、超高弾道、アーティスト弾道での、まあ、超絶飛距離、もちろんゆっくりとホームにしております。この回でもうすでに逆転ですね。いや、すげえよな、本当に。どこまで打つねんと。進んで、ランナー2塁となって、バッターには良平。これ、ベンチから右方向に叩きつける打球っていうね、指示が出ていて、よいしょ、まあ、やってみましたら、できちゃいましたと。で、これ、うまくバウンドが跳ねてくれて、ファーストセーフ、内野安打になりました。いや、これはね、自分でもちょっとやりたかったことができたっていうので、いい形で、出塁できたんじゃないかなと思います。はい、続く斉藤さんでは、これも、右方向に高いバウンド、そして三塁ランナー岡崎さん、これどうだー、セーフー、神の手スライディングですね。いや、ナイススライディング。これ斉藤さんもしっかりと右方向に叩きつけの打球ができていたので、ね、いや、ナイスバッティングですね。はい、また回が進んで、バッターは良平です。スリーツーからセンターへ弾き返す。で、これセンターシングルかと思いきや、ちょっと弾いてる間にセカンドまで進みますと。で、良平もね、最近ヒットが増えてきたので、このまま調子よくいけたらなと思います。最後はムードメーカーの滝が打席に入ります。いや、本当にいつもね、チームを盛り上げてくれて、滝にもすごい感謝しています。はい、これフラフラーと上がった打球ですが、ちょうど外野と内野の間に落ちます。翔平だけでなく、ラガーズも好調、引き続き元気よく、楽しくやっていこうと思います。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あいしょー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。